よう、4年ぶりだな、ライナ。あれ、お二人は古い友人だと聞いたんですが。ですよね、クルーガーさん。ああ、お互い積もる話が多くてな。何から話せばいいかわからないんだ。ありえない。エレン。エレン、どうやって、何しにここに来た？お前と同じだよ。わからないか。お前と同じだよ。仕方なかったってやつだ。聞いたか、ライナー。あれが壁を破壊した理由だろ。お前たちは世界を救おうとした。そうなんだろ。平和への反逆者。その名は、エレン・イレーガー。してた。悪いな、ファルコ。お前には助けられた。あの手紙、俺に届けさせた。あの手紙は家族宛の手紙じゃなかったが、仲間には届いた。仲間だと。その通りだ。ミニータイバーの言う通り、俺は悪者だ。世界を滅ぼしてしまうかもしれない。だが俺にも、お前たちが悪者に見えた。あの日、壁が破られ、俺の故郷は巨人に蹂躙され、目の前で母親が食われた。俺には分からなかった。なぜだ、ライナー。なんで母さんはあの日、巨人に食われた？それは、俺たちがあの日、壁を破壊したからだ。なぜ壁を破壊した？混乱に乗じて壁内に侵入し、壁の王の出方を伺うために。その任務とは？思想を奪還し、世界を救うことだ。そうか。世界を救うためだったら、それは仕方ないよな。あの時言ってたよな。お前らができるだけ苦しんで死ぬように努力するって。そのために来たんだろ。ああ、言ったっけ、そんなこと。忘れてくれ。確かに俺は、海の向こう側にあるもの全てが敵に見えた。そして今、海を渡って、敵と同じ屋根の下で、敵と同じ飯を食った。ライナー、お前と同じだよ。もちろんムカつくやつもいるし、いいやつもいる。海の外も、壁の中も、同じなんだ。だがお前たちは、壁の中にいるやつらは悪魔だと教えられた。まだ何も知らない子供が、そう叩き込まれた。一体何ができたよ、子供だったお前に。なあ、ライナー。お前、ずっと苦しかっただろ。違うんだ、エレン。俺はあの日、マルセルが食われて、兄とベルトルトは作戦を中止して、引き返そうとしたのに。俺は、二人を無理やり説得して、作戦を続行させたんだ。俺は英雄になりたかった。誰かに尊敬されたかった。俺が悪いんだよ。お前の母親が巨人に食われたのは俺のせいだ。私はこの血を恨みました。もう嫌だと。自分が俺を殺してくれ。ですが、私は死にたくありません。それは私がこの世に生まれてきてしまったからです。どうか一緒に未来を生きてほしい。皆で力を合わせれば、どんな困難も乗り越えていけるはずです。
やっぱり俺はお前と同じだ。どうか私と共に力を合わせてパラディ島の悪魔と戦ってほしい。多分生まれた時からこうなんだ。私ビータイマーはマーレ政府特使として今ここに宣言します。俺は進み続ける。敵を駆逐するまで。パラディ島勢力へ宣戦布告を。